獣になっている時の空。これいいんだよね。獣になったスイちゃんとかはなんかやる人がいる気がするから、獣になった空先輩みたいな、ね、見たい。見れないものを見ようとしていきたいですよね。見えないものを見ようとして、これ獣大丈夫かな、カタカナにしとこう。チーン完了。けだもの彗星。オッケー。な、同じ、な、同じなんだよ。キシャーキシャーガオー。獣、獣になってるから、ちょっと待ってよ、獣感出すためにこの耳を、耳をこっちにも、耳を。これはさすがにこれがわからんやつはもう言ってますわ。わかりますよね。可愛くほっぺでも付け足します。こんなもんでいかがっしょ。みんな結構あのお題かぶってねって思った。あ、かぶってた。いや、お題かぶってた。かぶった気がした。じゃあちょっと見てみましょうか。シンクロ率が上がってる。誰が何を書いたんだ。こよりから枝物になった空先輩。はいはいはい。しかもあ、これ空ちゃん出させないで。空ちゃんに書かせないで。可愛い。あ、いいじゃん。まあまあまあ、まあ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいね。かわいい。ね、目も血走ってるし。ちょっと。うまい。シャッチシャッチシャッチ。目物うますぎ。空ちゃんがこんなに可愛く書いたのにさ、どうしたの？だってどうするじゃん、いいのか。いや、これ獣っていうか、あの皿数える妖怪になった、そらちゃん。難しいな、獣って。獣ね。いいの、そらちゃんこれで文句ないの。あ、もう笑っちゃってる。もう爆笑して何も言えなくなってる。大丈夫ですよね。私はね、おかしくしたのは私だから。え、なんでこんな逆にどんどん黒くなってる。血が出るようになってしまった。進化系みたいになってるもん。よし、じゃあ次行きましょう。はい、すばや先輩。ねえ、一緒だよ。いや、一緒だよ。スバルは空気を、うん、かわいかった。やばい、しかもそのままスイちゃんに行っちゃってたんだ、これ。そうだよ、そのままスイちゃんが書いたよ。かわいい、かわいいよ。あら、手紙先輩だと思った。おかしいだろ、髪色。あ、かわいい、かわいい。ちゃんとこよりはこれ、髪色で間違えたんやろうと思って、スイちゃん先輩に戻したんですよ。えらい、ナイス。あ、じゃあちゃんと伝わってたわけだ。そう、すごいな。やっぱ耳だったんだ、これ。そらちゃん、かわいい絵描くな。本当にね。おやつ。猫耳お団子してる彗星みたいになってますね、これ。あ、ほんとだー。ね、かわいいわ。次の新衣装にします。はい、でもこれはポルカ先輩が、いや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 、同期を愛しすぎた。そうだよ。だからおかしいと思ったんだよ。なんでここへラミが来てんだろう。ポルカ、お前ここはスターニバルの場だぞ、お前。そうだよ、察しろ、お前。他の女の名前出して、だってこっちではコボちゃん、それともラミってなってアニマルの新メンバー入るかと思って。そら先輩に謝れ。それじゃあ、それじゃあごめんね。今後のね、でもね、なんか水色ちょっと失敗かなとちょっと思ったんだ。でも可愛いから。水色ですか。いいんです。次行きましょう。はい、スイちゃん編かぶったんですよね。あ、なんでかぶるのこれ。みんなかぶったと思ったもん。おかしいと思ったんで。だってさ、答えた後に自分に来るんだもん。なんか間違えた。や、怪獣だ。怪物、怪物。そら。あ、怪獣になっちゃった。そらザイルさ。そらちゃんがそれは。最後にかかせるって。めっちゃ可愛いんだけど。そらザイルさ、足の多さやばい。どこは悪い。そらザイルさ、出てくる。え、すごいのはさ、左足。種類が違う。三種類ある足。いや、でも星つけとけば怪獣に見えるかなっていう。そこじゃねえ。違う違う。だってほら足が。前足と後ろ足別物になっちゃったんだよ。足が。そら足が。そらちゃんのチャームポイントついてるだけでそらちゃんだってわかるわ。確かに、いいね、すごい。ベルト生地のさ、ぬいぐるみで欲しいもん。ねえ、これ。これ
すぐ新しい仲間としてねー、かわいい。次行きましょう。最後か。